紳士がですね、うん、このあとジャケットを着なくなることってあるのかってこう思うと、うん、まあ、それはありえないんじゃないかなと。そうだね、大人の方はジャケットのスタイルがやっぱり似合うんじゃないかなと。そう、ね、清潔感が出る。そうですね、クラス感、 QOL が上がるってやつ、ね、QOL が上がりますこんばんは、ジェディアファッションチャンネルのお時間です。ナビゲーター私尾崎です。森氏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、なんとですね、はい、もうすでに春夏の新作が入ってきました。おー、早い早いね。今1月ですね。そうですね、1月です。もう慣れちゃいましたけどね。慣れちゃったね、このサイクルも、うん、でその新作というのも人気ブランドラルディーニです。わー、ラルディーニデリバリーいいですね、イタリアなのに。あー、確かにいいです ね、まあ、ラルディーニといえばですね、今回入ってきたのがテーラードジャケットなんですけども、うんうん、まあ、そもそもテーラードジャケット着ますかとそこなんですよね。いやー、もうなんかこういうところでね、言っちゃっていいのか分かんないけど、ぶっちゃけ、ね、テーラードジャケットって本当今売れてないし、本当は言いたくないですよ。本当は言いたくない。もう売れてます売れてます、こっちこさいって言えないよねセールスですからね。セールスですから僕ら言いたいですけどね、うん、3,4 年前とはガラッと、そうだね、状況が変わって、やっぱりまず一つイージー化の流れがあって、うんうん、カジュアル化があって、はい、このコロナの影響でやっぱりリモートワークになってしまったんで ね、はい、もうスーツとやっぱりジャケットがいろいろ仕込んだんですよね頭痛かったっすね。そうなんですけどまあこう洋服好きだからジャケット着てるんじゃないかとか思われると思うんですよ、うん、だまあそうなんですけども、うん、ただですね、やっぱり紳士がですね、うん、このあとジャケットを着なくなることってあるのかってこう思うと、うん、まあ、それはありえないんじゃないかなと。そうだね、なんかツイッターとかもよく見てたけど見てるですね見てる実は。だけどなんか結構やっぱり皆さんリモートでもうザラザラの格好だったから、はい、そろそろちゃんとした格好したいとか、うん、あとなんかちょっと前に話題になったのは丸の内 OL っていうのが、やっぱり丸の内の大きいビルに通ってるのがステータスだったんじゃないの、はい、みたいな話。なるほど。それがいきなりリモートになって部屋でこうダラダラの格好仕事するっていうのだと自分の自己満足ができないみたいな。なるほど、ね、今ちょっとその揺れ戻しが若干あるような。いいですね、自己肯定感もねこう、そうそう上がるし。ちなみに先週僕家でセットアップ来たんですよ家で来たんだ。そうそう君も好きだね一回ちょっと気合入れようと思って、やっぱりリモートワークだと少しダラダラしちゃうので、うんうん、セットアップ来たら赤ちゃん抱えて奥さんに何やってんの怪しいよね、どこ行くのって言われてみたいなそうそうでもやっぱ大切なんですよね。まあたまにはね、そうジャケット着るとか、うん、確かに着る機会は減ったんですけど、うん、まあやっぱり大人がこうジャケットを着るっていうことをちょっと忘れちゃうと、うん、そうだね、多分着方も忘れちゃうし、そうなんだよね、格好もつかなくなってきます。そう、なんか本当に時代、なんか久しぶりに着てみるともう時代の遅れたジャケットしかないみたいな状況もあるもんね。逆に何着てるんですかって皆さん何着てるのか聞きたい聞きたいぐらいですよ、うん、いいやつの定義がちょっと変わったみたいな感じですかね。そうですね、変えて、変えて、そうですね、いいやつっていうのを、まあ、オールシーズン着れる、うん、オールシーズン着れる、はい、値段がある程度、まあ、まあまあ良心的、まあまあ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 良心的で何にでも合わせられる、合わせられる、合わせやすい、そう合わせやすい。そして最後、まあやっぱりかっこいいですよ。かっこいい、うん、これ4つぐらいですかね。 ありますか、なんかこれでもリモートワークでも使えるって、まあちょっと着回しも一緒なので、そうですね、リモートワークでも使いやすいみたいな。そうですね、まあさすがに家でセットアップできる人はなかなかね、ジャケットをね、一羽織ぐらいしたいというところで、そうだね、ちょっとね、そんなものを今日は、はい、はい、ラルディーニの新作ピックアップしてるので、ぜひちょっと試着がてら皆さんにご紹介します。これはオーダーするときからそれを狙ってオーダーします。嘘嘘じゃ早速、はい、はい、行ってみましょう。はい、まずラルディーニのこっちがイージージャケットですね。いいですねこれ、うん、なんかイージーと SP があるじゃないですか、はい、で SP の方がもうちょっと構築的になって、いわゆるちょっと軽い薄いこの毛人とかも入ってるんですけど、こっちは入ってないんですよね。完全にアンコンの毛人もなしっていう感じ。毛人っていうのはこの辺に形を作るために毛人っていうのを入れるんですね、うん、薄いの、はい、それそういうのも全部なくて、本当シャツジャケットとは言わないけどぐらい軽い仕立てなので、なんかもうちょっとボワンってするかなと思ったんですけど、僕キャシャだし痩せてるんで、ちょっとそういうボワンとしての苦手なんですけど、全然大丈夫でしょうね。これも多分オールシーズン着れる、着れますよね。ウールコットンシルク、今日完全に中はもう冬の装いなんですけど、なんか全然おかしくないですよね。なんか一時期リレーは冬はダメっていう、ね、説があったんだけど、ね、今もう本当ピッチオムとかイタリアの方とか行って、うん、冬でも全然余裕でみんなリレー着てるんで、そこはもう全然素材的にはもうオールシーズン、まあ、ブレンドの生地なのであり、う
まあ、あとは着回しができるかっていうところですけど、今回選んできたのがちょっとこうブルーグレーっぽい、うん、ネイビーではなく、でもグレーでもない、ちょっとこうグレーに青みのかかったような、これおしゃれだね、おしゃれな中間色みたいな色なんですよね。これでもちょっとねブラウンも入ってるね。あ、ブラウンも入ってますか。入ってないか、ツイル斜めにこう、あ、最近そういう生地の開発というかすごい進んでますよね。そうだね、これもエクスクルーシブなのかな。そうです、それもエクスクルーシブですね。形はすごく綺麗ですね。ジャケットやっぱり少し着なくなりましたけど、うん、あえておすすめしたいジャケットということで今回はいくつかオーダーもしてきたんですけど、まさにこれはすごくおすすめなんじゃないですか。で、あの仕様としてはポケットは2パッチって言って、パッチボタン外にこう出てるボタンポケットが2つで、ここは箱ポケットで外に出てないですね、うん、で3パッチってやると 1,2,3 ってなっちゃうんでカジュアルっぽくなっちゃうんですよね。で一方でスーツとかでよく見られるあの全部箱ポケっていうのにしちゃうと、こことかも全部なくなって中に入ってるフラップつくやつにすると硬すぎて使いにくくなるので、2パッチのここだけ箱ポケっていう仕様はうちを指定することが多くて、うちのだけだと大体2パッチですかね。これだったらオンでもオフでも使いやすいっていう仕様になってます。うん、大人の方はジャケットのスタイルがやっぱり似合うんじゃないかなと。そうね、清潔感が出る。そうですね、年相応の、そうだね、うん、あのスタイリングがかっこよく決まるので、でも年相応におしゃれができるっていうのは結構重要ですよね。そうだね、その人の年齢というか雰囲気に合ってるっていうのはすごく重要。これ T シャツとかでもね合わせてもかっこいい、ね、そうですね、これから春夏もう少し暖かくなってきた時期にあのポロとかねあのちょっと合わせていただくとすごくおすすめなんですけども、なんか今無理やりなチェックをサービス精神が強いな、わかんない、黒 T とか白 T とかなんかちょっと違うな。もでも言いたいことはなんかわかるけど、だからそこにちょっとこうチーフをね首元ね、うん、くるっと巻いてあげたりしてアクセントをつけてもいいかもしれないですね。そうですね、ポイントとしては素材、うんうん、オールシーズン使える素材、あとはこの中間色のようなねニュアンスから色ですね、これは非常に今っぽいというか、さっきの5条件には当てはまりますか。お値段がねお値段がそうだった、そうですね、気になるところのお値段ですよね。はい、はい、発表していいですか。どうぞ。まあまあします、税抜きで111,000円。お、まあまあですね、まあまあですね、まあまあですね。ただですね、ジャケットシーズンにね、うん、一着バシッといいものを買い足そうという意味では、うん、これすごくいい選択肢なんじゃないかなと。どうでしょう。これもちょっと馴染んできた。これそういう問題じゃないですよ、それタートルネックなんで。そうですね、すいません、いやごめんなさい、余談になるけど僕ら結構生地スワッチってこれちっちゃいのからモデル選んでこれから選んでるじゃないですか。そうですね、上がってきて試着するまでちょっと不安はあるんですよね。さすがにありますよね、確かに。これは成功だと思います。成功でした。ではちょっと次、はい、はい、チェックのジャケットがあるので、じゃあチェンジして、はい、行ってみましょう。チェックの方ですかね。ウールのドレススラックスの2プリーツかな。そうですね、2プリーツパンツに合わせて出ますね。こうチェックのジャケットをなかなか手出す方いらっしゃらないと思うんですけど、これだったらすごく使いやすいんじゃないですかね。はい、小崎さんの方が肩周りとかは結構しっかりしているので46ですかね。いいですか、うん、これ生地がめちゃくちゃかっこいいですね。ちょっとこうこれもさっきと一緒ですね、ブルーグレーみたいな色でブラウンのウィンドウペーン。これリネンコンですよね。これリネンコンですね。柔らかいんです。柔らかくて軽い、まあ、やっぱり皆さんジャケット離れをしている今ですね、僕たちがちゃんとおすすめできるっていうものでこんなちっちゃい人たちからね厳選したものなんですけども出来がいいんじゃないでしょうか。なるほど、これは形が SP でしたよね。あ、そうですね、これあのイージーじゃなくて SP、 これ手順がちょっとこの辺に少し硬い、そうですね、のが入ってるので、うっすら入ってるので、まあ、気持ちその構築的って言ってしっかりしたジャケットに近いというか、うん、でちょっとですね、実はラペル幅もこっちの方がイージーより1センチ太いです。あ、そうなんだ。そうなんですよ、イージーが8センチ、なるほど、こっちは9センチ。なるほど、なのでやっぱり少しだけここの胸周りの見え方も変わりますね。タイルアップだと、まあどっちも使えるけど、こっちの方がどちらかといえば向いてる。向いてる、そうですね。ちょっとここのボリューム感というか、うんうん、威厳がこっちの方が出るかもしれないですけど、この生地もすごく軽いです。と黒カットソーと合わせましょうか。どれもやるんですか。合わせてみましょうか。こうですか。なるほど。こういう感じで、すっきりしたね、首周りになりましたけど。あ、もうこれ。
ちょっとモックネックっぽいですけどね。いいっすね、うん、なんかこの感じだと引き続き中は黒ポロとか黒い T シャツ、うん、ありですね。大人っぽいかもしれない。こういう雰囲気だとウールのスラックスとかホワイトパンツとかだとめちゃめちゃ大人っぽい感じ、ね、そうですね。なんか皆さんちょっとドレス離れみたいなこと言われてますけど、そのさっきの丸の内の OL の話じゃないですけど、うんうん、やっぱりもう一回あえてちょっとジャケットを着たいという方徐々に増えてきてると思うので、うん、こういうねカジュアルにも使えて、もちろんネクタイのスタイリングもいけるようなラルディーニのような素晴らしいジャケットを1着持っておくといいんじゃないでしょうか。ジャージパンツに白 T 着て羽織るっていうのもありですね。ありですね、うん、このお柄なら全然いいですね。確かに確かに、何も考えないで、意外と無地よりも少しだけシャレ感も出ますからね、うん、なんか絶対使いやすいと思う、うん、無地のジャケットでジャージパンツ合わせるよりはチェックでジャージパンツ合わせてあげた方が、意外に合わせてみるとね、ちょっとあれってなるんだよね。そうですね、なのでちょっとこう遊びのある、うんうん、柄でやってあげた方がいいんじゃないですかね。確かに、なんかネイビー一色でこっちの方が使いにくそうで、実は使えるっていう、うんうんうん、なるんやなっていうね。そう、値段か値段か、お、これはですね、はい、10万6000円プラス税、さっきのより5000円安い、ちょっとお安くなってますね。安くないけど、でもね、大人の求めるジャケットですからね、うん、ラルディーニですからね、オールシーズン使えますから、はいはい、よろしくお願いします。はい、それではラストラスト、はい、これはニットジャケットですね。もう価格から先いっちゃっていいですか。あ、どうぞどうぞ。これは税抜きで6万2000円です。あ、いいですね、なんか安心感あるな価格は。なんか高い高いって必ずこっちで突っ込む方がいるんで、まあ6万もね別に安いわけじゃないけど、でまあこんだけジャケット顔してたら買いやすいです、ね、そうですね。まあ最近そのジャケットね着る機会減った方でも、うんうん、このニットジャケットであればお部屋でもね軽くカーディガンみたいに羽織ることもできますし、すごい柔らかいですかね。そうですね、これはもうコットンでできたニットジャケット、あ、クリックしてます。お、売ってる。自意識が高いな室内でも着れる。でもしっかりとラペルが太いんですよね、うん、ラルディーニのニットジャケットは。そうなんですよね、そこがすごい特徴です。なんかあのすごい細いジャージパンツに T シャツ着て、すっごい派手なスニーカー履いてニットジャケットで細いラペルみたいなのとはもう全然違くって、うん、構築的なテーラードにも負けないぐらい で、ね、でこれゴージーってここの位置なんですけど、これが高いんですよね。ほうほう、これがねちょっと貴族的なボキャブラリークラス感、クラス感ね。でもエレガンスな感じになるんですよね。あ、でも結構確かに高いですね、位置が。襟もしっかり高くって後ろ側の、うん、でこのゴージもこう上げてることによってこの辺がこうまとまるんで、ちょっとエレガンスっぽい見える。そうですね、っていう設計になってて、シルエットもちゃんと細い、そうですね、体にこうピタッとくるようなシルエットなので、うん、これ今だとさ、このパンツでこれなんでいいんですけど、夏だとほら T シャツとかになるじゃん。それでこれがぴったりしないと本当にザラってなっちゃうんで。そうですね、あの今だとどっち着てもそんな分かんないかもしれないですけど、夏とかこう薄手のもの着た上に羽織ると、春夏はねダボっと着るよりピタッて着た方がかっこいいですからね、どうしても。素材的にはコットンで、ちょっと実は無地なんですけどリブ編みっぽく、うんうんうん、ジャガードのストライプ織りが見えるのも特徴ですね。透けるぐらいのこういう、ああ透けてますね。これ結構涼しいでしょうね。めちゃめちゃ涼しいね。でやっぱりあのシアサッカーみたいにあの接触面がやっぱり少ないので、すごい涼しいと思う。シアサッカーっぽい感じで柔らかい感じで、後ろは特にベントはないんですね。ないですね、そのまんまになってるっていうような。このねボタンがすごいかっこよくて。ボタンですか。うん、本当だ、これかっこいいですよね。今まであれですね、ちょっと貝ボタンみたいな感じでしたけど、うん、今回はちょっとメタルっぽい。そうですよね、いいですね、うん、ちょっとクラス感じゃないですか。クラス感ニットジャケットはでもやっぱりいいですね、うん、一時期ちょっと迷走感あったんですけど、ありましたね、なんかもう成熟して落ち着いた感じはありますね。そうですね、一回なんか本当に派手な柄とか三者コンで、あの色もすごいマルチカラーとか派手な方派手な方いっちゃったんだけど、まあ、これぐらいの方がやっぱ使いやすい。そうですね、実はラルディに来てますぐらいの雰囲気の方が大人の人はかっこいいかもしれない、ね、ついてないのかな。それね、あのタグについてます。あ、じゃあつけられる。そうです、後からつけることもできます。その段階入りのロールのところもすごい綺麗ですよね。そうね、コットンで作ってるのにメローンって全然なってないもんね。そう、なんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、段階入りって難しくて、安いところだと
まあ本当に一番やばいのはこうベロンベロンってなるやつなんですけど、その次に来るのがピタッてなってるんですよね、うん、なんかアイロンかけましたそうそうそうみたいな。あれはねかっこ悪いんだけど、このふわっとして自然にこうロールするのってやっぱりテクニックだし、でもこれだけで全然印象と違うんで、全然違いますね、よくできてますね。なんかそこに影ができてるだけでも、ね、なんか全然立体感違います、ね、違うよね、うん、見てるこっちもすごいいい雰囲気だなって分かりますね。一着、うんうん、ラルディーニを買っていただけると非常に満足度が高い、はい、QOL が上がるってやつ、ね、QOL が上がりますということで、ラルディーニのですね、うん、新作のジャケットのご紹介でした、はい、ぜひ皆さんね、まだまだ入ってくるんですけども、うん、まあこの早い時期から、うん、皆さんね、ジャケットもまだ入ってくるんですか。ジャケットまだ入ってきます。あ、まだ入ってくる、はい、あと今まで出なかった新作の形、なるほど、これ期待しておいて、皆さんこれ買っちゃダメですよ買ってほしいです、買ってほしい、今すぐじゃなくても、でもこんなにいいものがあるので。なるほど、こういう硬い色はこの辺になる、うん、そうですね、硬い色はもうこの辺ですね。あとまあこれチェックですとか、うん、そういった色はこの辺りがメインかなとなってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。なくなる前によろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、ぜひですねチャンネル登録といいね、高評価をですね、うん、押していただけると大変励みになりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでジュディアファッションチャンネルでした。バイバーイ。